ご視聴ありがとうございます。パルトラです。はい、今回ね、昭和ガメラをゲットしたんです。はい、これね、Xプラスの大怪獣シリーズなんですね。はい、なんとですね、トイザラス限定販売のものです。今回のですね、この昭和ガメラですけどね、これね、ブリスターの台紙、こういう形でね、3種類ね、紹介されてます。ギャオスとギロンですね。そしてガメラ66年版と書いてますね。はい、今回のね、このガメラは66年版のガメラ、つまり大怪獣決闘ガメラ対バルゴンに登場したガメラということになりますね。はい、この製品もですね、いつ頃発売されたのかちょっとね、わからないんですけど、聞くところによるとね、多分20年ぐらい前じゃないかということらしいです。はい、それではですね、これまたね、パーツがね、分かれてますので、ちょっと開封して組み立ててみます。ですね、これ未開封品で綺麗な状態ですけどね、この台紙のね、内側こんな感じでね、ガメラがね、ドカって映ってますね。サイズの比較です。ムービーモンスターシリーズ G1 ガメラと比べるとこんな感じです。 X プラスの大英30センチシリーズ初代ガメラと比べるとこんな感じです。 X プラス大怪獣シリーズ G3 ガメラと比べるとこんな感じです。このガメラはですね、この4足歩行のポーズなんですね。はい、なかなかこうして見るとね、昭和ガメラもかっこいいですよね。ああ、いいいいね。実はね、このガメラですね、この尻尾のパーツがね、もう一個ついてるんですよね。で、これをつけるとね、もうちょっとこう角度がね、高くなるんですね。で、これ組み立てるときにね、頭とね、腕はね、まあ、なんとか入ったんです。温めてね、この尻尾だけがね、どうやっても入らなかったんですよね。こっちもそうですね、両方したんですけど、もうね、物理的にですね、ここの差し込み口の外径がやっぱ大きすぎるんですよね。でね、温めて柔らかくしようが何しようがね、絶対に入らなくてね、結局ですね、ここの外径のとこをね、加工して削って削って小さくして、で、これやっとついたんですよね。はい、こちらの方もね、もっと削らないと多分これ入らないですね。で、これをつけて、この四足歩行のポーズがですね、こう立った状態にこうできるのかもしれないですけど、これどう見てもね、これこんな足の角度なんでね、で、手がこんな感じですよね。だからこの基本はやっぱりこのね、四足歩行のポーズ、これで合ってると思うんですね。こっちの方が自然ですもんね。このガメラはですね、怪獣大決闘ガメラ対バルゴンに登場したガメラなんですけどもね、初代ガメラ
大怪獣ガメラでね、1作目で、この2作目がガメラ対バルモンなんですね。でこのガメラはですね、2代目ということになりますね。それでですね、この色合いもなかなかね、私の好きな色ですね。なんかね、ちょっと青みがかったようなグレーがねベースになってるようですけど、そこにね、ちょっとあの黒っぽいスミレというかね、ウェザリングというか施されてて、なかなかね、このシワなんかもしっかりね見えててね、結構立体感があってかっこいいですよね。でこんな感じのね甲羅なんですね、シワガメラはね。細かいですよね。でまあボディの部分はこういう風にね、非常に縦横のラインが割とねこう単純にデザインされてるっていう感じですよね。顔はですね、やっぱり今の平成ガメラとね通じるものがあって、この特徴的なね長い牙ね、目はね普通に塗装されてるだけの感じですよね。歯はね、あの割とまあ綺麗には塗装はされてますけど、歯も爪もですね、全部ですねちょっとウェザリングがかけられてますね。はい、わざとこう汚した感じで黒っぽいね色がついてますね。はい、結構ねいい顔ですよね。ちなみにですね、今バルゴンをねちょっと並べてみたんですけど、これはね X プラスの30センチシリーズなので、もうサイズ的にだいぶ大きいのでね、ちょっとねサイズ感合わないですけどね。はい、まああの敵怪獣としてこのバルゴンがね登場するんですね。それではですね、ちょっとね平成のガメラと甲羅をね比較してみたいんですね。はい、まずねこれムービーモンスターシリーズのね、G1 ガメラですね。はい、昭和ガメラのね甲羅がこんな感じなんですよね。もう昭和ガメラのね甲羅はかなり細かいんですね。はい、でただね、平成ガメラは、まあ、これほどね細かくはないですけど、うまくねこの上から重なる感じのね甲羅が重なっていく感じで、ちょっとトゲトゲしい感じはねうまく残してますよね。それでいてリアルにね生物感がある亀の甲羅になってますよね。はい、だから上手にねその基本的なね形状はね残してるっていうことですね。続いて CCP の G2 ガメラと比較してみたいんですが、 CCP の場合はですね、この甲羅のね一枚一枚の分離感がねしっかり表現されてますので、結構ねはい近いんじゃないですかね。本当にね昭和ガメラのねイメージでもうちょっとね一枚一枚を甲羅大きくしてね、ちょっとこう生物感を出してる感じがしますよね。結構生かされてるんじゃないでしょうかね、デザイン的にはね。はい、いい感じですよね。続いてですね、X プラスの大怪獣シリーズの G3 ガメラと比較します。はいはい、どうですかこれ。平成ガメラもね G1、G2、G3 とね徐々にですねこの近づいてるような気がしますよね。この G3 ガメラについてはですね、特にねこの昭和ガメラの甲羅にね近い感じがしますよね。この一枚一枚もね細かくね組み合わさってますし、トゲトゲしいですしね。はいはい、どうですかこれね。ちゃんとね昭和ガメラのねスタイルを受け継いでるっていうことがね
言えるんじゃないですかね。ねえ、面白いですよね、なかなかね。やっぱりね、このカメラ、この角度が、ね、一番好きですね、私はね。はい、ということでですね、今回はですね、X プラスの大怪獣シリーズガメラ66でした。はい、このガメラもね、もうすでに絶版になってる製品ですね。はい、今回はね、最後までご視聴ありがとうございました。それでは今回はこの辺で、バイバイ。